皆さんこんにちは、かえでです。本日は茨城県にある大洗ゴルフクラブに来ております。なぜこちらに来ているかと言いますと、じゃん、本日ですね、藤井霞ステップジャンプツアー野島チャレンジカップというものが開催されているということで、本日やってきました。こちらの大洗ゴルフクラブですね、もちろん名門でとても知られているんですけれども、さらにですね、プロテストの最終会場ということで、今日はですね、その最終プロテストの2週間前ぐらいなので、結構直前になってるんですけれども、それもあって今日はやってきました。今回の大会名にもなっている藤井霞プロが来ているということで、この大会の話を聞いていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、藤井霞プロに来ていただきました。よろしくお願いいたします。今回ですね、大会名にもお名前が入ってるんですけれども、はい、どういったお気持ちで今回の大会は開催されたんですか？とてもこう華やかな、はい、女子プロの世界があって、まあ、そこを目指して、はい、ちっちゃい頃から目指してくる子たちが多いんですけど、はい、実質年間だいたい650人ぐらい受験して、はい、最終的に、その年にプロになれる子って20人しかいないんですね。650人も受けられてるんですか？そうですね、一次予選からすると、はい、ってなるとやっぱりもう3% 以下の就職、はい、試験というか、そういう場所なので、はい、あと 97% の子たちを試合の経験を積みながら、次の、テストに向ける準備ができるようになる、その疑似体験の場所をまず一つ作りたいっていうのと、はい、将来的にはセカンドキャリアも含めて、なんかいろいろ考えていきたいなと思ってるんですけど、はい、で、ちっちゃくて小規模でいいんで、プロアマ形式でも何でもいいから、なんか月に1回ぐらい、なんかそうやって試合をやってもらえないかなって話をお願いしたら、心よく、受けてくださる方たちがいて、で、知らない間に私のもう許容範囲を超えてる、だんだん大きな、はい、まあ、こんな素晴らしいコースで、はい、こんな大会を開けるようになったのがちょっと感動でもあるんですけど、はい、プロテストの最終会場っていうこともありつつ、はい、ここの会場っていう、そう、もちろん名門で開催ということで、いや無理だろうっていう話だったんですけど、はい、まあ、そこを可能にしていただいた、はい、方々にも本当に感謝です、はいはい、プロテストを受ける前の若い世代の方にも緊張感のある中でのプレーっていうのはなかなかやっぱあるものじゃないですよね、機会としては。そうですね、はい、そういう経験をしていくためにも、うん、ということで今回のこの藤井霞さんの理念に賛同されて、はい、野島さんが野島チャレンジカップというものをやることになったそうなんですね、はい、そうですね、はい、もう本当にありがたい限りでございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この後ですね、はい、選手の方にもインタビューをさせていただきたいと思います。 ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ということで笹原さんに来ていただきました、はい、すいません、今から始まるというところなんですけど、はい、直前にすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらのプロテスト会場でもあるということで、はい、意気込みの方を聞かせていただけますか？あ、はい、プロテスト2週間ぐらい前なんですけど、はい、今でその会場のお笑いゴルフクラブで試合を開催 していただけるということなので、はい、まあ、なんていうのか、予行練習というか、はい、しっかりプロテスト本番想定して今日はやりたいなと思ってます。はいはい、ここ何回かも回られますか？そうですね、3回ぐらい練習ラウンドしたので、はいはい、なんか他のゴルフ場とちょっと違った雰囲気というか、はいはい、なんか木の感じとかも全然違って、すごい難しそうだなっていう印象がちょっとあったんですけど、はいはい、どうですか？そうですね、一番の特徴は多分海が隣にあるので、はい、もういつでも風が強いっていうところが、はい、一番まあ難しい点だと思うんですけど、はい、あとはやっぱり木が多くって、はい、こう各ホール打っていかなきゃいけない場所が結構決まっているので、はい、まあ、そこにしっかり打っていけるかどうかがポイントになるかなと思います。はい、考えながらのゴルフになりそうですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、この後スタートしていくと思うんですけれども、はい、その後にですね、ちょっとレッスンの方も、はい、もう笹原プロのレッスン大好評なので、ありがとうございます。今日もちょっとワンポイントお願いしたいなと思っております。わかりました。ね、試合の様子もちょこちょこ見させていただきますので、はい、応援してます。頑張ってます。はい、ありがとうございます。頑張ってますよ、ね、頑張ってください、はい、頑張ってます、はい、頑張ってください。ありがとうございます。この後笹原さんがスタートしていきます。
内緒。いいとこです、内緒です。内緒のスタートでした。そしてあの可愛い笑顔でですね、なんか緊張してないかのように見えちゃうんですけど、いつもの可愛いピンクのウェアで頑張ってきてください。いけばひなたちゃんに来てもらいました。お久しぶりです。お久しぶりです。いけばひなたちゃんにはあのちょもう1年ぐらい前になりますかね、あの星座を超えてゆけで、当時はあのウェルネス大学の1年生だったと思うんですけど、はい、今2年生になられて、はいはい、今回はどんな意気込みとか聞いてもいいですか。はい、プロテスト最終ここで受けるつもりだったんですけど、はい、マジで落ちちゃって、はい、でも今日は優勝目指して頑張ります。はい、応援してます。頑張ってください、はい、ありがとうございます。星座プロのレッスンからどうですか。バンカーすごい今自信持ってやってもらうようになりました。はい、素晴らしいあのパットもね見せてもらったのでバンカーとあのパターで今日は優勝目指して頑張ってください。はい、はい、頑張ります。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、続きまして初代セリダーを超えてゆけに出ていただきました柴さんに来ていただきました。よろしくお願いします。すいません、スタート前に、はい、すいません、ちょっと今日寒いですけれども、はい、背中にカイロ貼ってます。やっぱ準備すごいですね、はい、寒いなと思って、風も強いので、はい、ちょっと準備をやっぱここは風も強くて、はいはい、海風がすごいので、はい、気合い入れて気合い入れて、はい、暖かい学校をしてきました。今日のなんか意気込みはありますか。意気込みはあの二次テストちょっと落ちてしまったので、はい、気分はちょっと下がってるんですけど、はい、それにも負けずに、はい、スコアを出していきたいなと思ってます。はい、頑張ってください。寒さ対策もバッチリということで、はい、はい、頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして、よろしくお願いします。お名前を聞いてもいいですか。名前は大須賀のぞみです。はい、今回こちらでプロテストの最終も受けられるということで、はいはいはい、緊張もされてると思うんですけど、はい、ここ何回か回られましたか。昨日初めてラウンドしてって感じですね、はい、どんな印象でしたか。なんか結構林間コースとは聞いてて、はい、風が吹くと難しいっていう風に聞いてたんですけど、はい、今日全然風吹かなくて、今日はちょっと風も、はい、吹いてるので、はい、今日が結構なんかやっぱテストの練習ラウンドにはなるかなと思ってて、はい、今日やっぱ風が強いので、はい、その中でスコアメイクしていって、はい、テストにつなげられるような試合にしたいなと思ってます。はい、プロテストの本番も見据えながら今日も頑張るっていう感じですかね。はいはいはい、すいません、スタート直前にありがとうございました。頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。9番ホールのグリーン地点に来ております。笹原さんが前半を終えて9番ホールの今グリーンに向かって打つところですね。あ、1回出しましたね外に。あ、これがお笑いの難しさですかね。結構木が密集して生えてるからもう真横に出すしかなかったように見えました。ナイスです。内緒です。一度林から出した分をリカバリーするぐらいこれはワンパットあるんじゃないですか。ナイスショットです。笹原さんが 2.5 メートルくらいのパットですかね。うわー、惜しい。ということで笹原さんの前半のホールを見届けまして、この後ちょっとお話が聞けるかなというところですね。8番ホールまでで1オーバーっていう情報が入ってたのでちょっとお話が聞けたらなと思います。
はい、最終ホールの18番にやってきました。この後ですね、笹原さんがやってきますので、こちらの18番ホールはティーショットからグリーンまでちょっと密着していけたらなと思っております。応援していきます。最終ホールが終わりまして、最後がパーでしたね。スコアの方が今わからないので、後ほどスコアを聞きながら、この後ですねレッスンもあるので、こちら皆さんお楽しみにしていてください。はい、笹原さんに来ていただきました。はい、試合直後なんですけども、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。早速なんですけど、はい、今日はどうでしたか？今日は、スコアは2オーバーでした。後半はイーブンですね。おお、すごい。ありがとうございます。今日朝よりどん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 風が強くなってきた感じがしたんですけど。そうですね、はい、後半のスタートは本当海の横にあるホールだったんですけど、はい、アゲンストがすごい強くて、はい、後半ずっと強かったんで結構大変でした。風対策をしながらですか？そうですね、はい、クラブ選択とか気をつけながらやってましたね。はい、改めてプロテストの最終の前に同じコースで、はい、試合があるっていうのは嬉しいことですか？うん、そうですね、本当にありがたいことで、はい、まあ、朝も言ったんですけど、はい、ある意味プロテストに向けた予行練習みたいな感じで、はい、まあ、本気で臨んでいった時にどんなミスが出るのかとか、はい、事前にミスができる試合でもあるので、はい、まあ、今日こう収穫したことを最初につなげていきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に直後で申し訳ないんですけれども、ウムゴルフでも笹原さんのレッスン大人気ということで、ありがとうございます。ですね、ウムゴルフ君と3人でやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということですいません、本当にありがとうございます。視聴者の皆さんが待ちに待って待ちに待ってここまで来ちゃいましたっていう感じなんですけど、はいはい、来ていただいてありがとうございます。はい、ですね、本当前回の、はい、僕もちょっと笹原さんに習って、はい、で新藤さんもまた新たにっていうところがあったと思うんですけど、はい、やっぱりですね、これってどうなんですかっていう質問がたくさん来ておりまして、はい、今日ちょっとそれを一つ、はい、また笹原さんにぶつけて、はい、回答をいただきたいなと思いますので、はい、ちょっと来た、質問を読まさせていただきます。はいはい、笹原さんに質問です。はい、インパクトゾーンを長くという意識はあるのでしょうか？ヘッドを前、クラブを縦振りにすると、はい、インパクトで押せてる感じがしないので、はい、何か間違っているのでしょうか？はい、教えてくださいというコメントが来てまして、はい、これちょっと僕も前回質問したんですけど、はい、なんかなんとなく縦、フロントサイドでっていう意識をすると、はい、なんかカットに入っちゃってんじゃないかなみたいな意識になる人もいるのかななんて前回質問をさせていただいたと思うんですけど、インパクトゾーンの意識って何か意識してることがあるのかっていうのと、多分この方はカットに入っちゃうからその分押すっていう感覚がなんかつかめてないのかなと、僕もこの質問の意図っていうかすごくなんかわかるなと思ったので今回質問したかったんですけど、これはこうこの後ちょっと僕の方でなんとなくこういう風になってんのかなみたいなのをちょっとやってみるので、この回答をいただきたいんですけど。はい、わかりました。お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。それではお願いします。はい、ちょっとおそらくにはなってしまうんですけど、質問の方のとあと僕も感じるイメージで言うと、なんとなくこうフロントサイドにでこう縦にっていうイメージだと、なんかちょっとバンカーというかカットみたいな、上から入ってくる感じ、上から入ってきて
なんだかこうよくインパクトゾーンとかで言うと低く長くっていう、はい、なんかこうズズズズみたいな、うんうんうん、こういうインパクトのイメージにならないで、はい、ちょっとこうカットに入ってきた時に、はい、こう点でトンってトンで終わっちゃうような、はい、この方はイメージを持ってるのかなと思うんですけど、うんうんうん、これがなんかあの笹原さん自身はどういうインパクトゾーンのイメージを持っているかっていうところと、はいはい、あとなんか押せてる気がしないんですけどこれって間違ってますかっていう質問だと思うんですけど、はい、わかりました、はい、こちらのちょっと解説をお願いします。はい、はい、それでは解説をお願いします。はい、縦、ヘッドをフロントサイドで使おうとか腕を縦に使おうと思うと、まあ、カットに入っちゃう気がするっていう点、はい、まずその点なんですけど、しっかり腕を縦に上げてここで腕を下ろせれば外から入ることはないんですけど、はい、トップから腕を真下に下ろさずにボールの方にこうやって縦に上げる、ここから真下ではなくってボールの方に腕を下ろそうとしちゃうとこうやって外から入ってカット軌道になっちゃうんですね。はい、で前回お話ししたのが腕とクラブの上げ下ろしと体の回転を一緒にやるっていうお話だったんですけど、腕を縦にって使うだけじゃなくって体の回転を一緒にしてあげないといい動きにならないので、はい、腕をここから下ろす、下ろすのは真下、はい、でボールの方に届かない分は体を左に回すことでこうやってインパクトが作られるっていう動きなんですよね。はい、これを体の回転を入れずに腕をだけ下ろしてボールに当てようとするとこうやって外から入ってカット軌道になってしまうので、まあ縦に上げられる方は結構増えたのかなと思うんですけど、そこから腕を真下に下ろす、ここでボールに届かない分体を一緒に回すっていう風にインパクトをしていけば、はい、カットっていうカットの入り方っていうのはならないと思います。はいはい、あの押せてないって感じてるってことは、はい、カットにやっぱ入っちゃってる手だけでって可能性があるっていうことですか。そうですね、回転不足っていうのがあの球を押せてる感じがしない一番の原因だと思うので、はい、どうしてもこうインパクトだとこう体を回すことによってここのインパクトゾーンを長く作れるんですけど、腹が止まってしまうとさっきおっしゃってたように点でポンってただ当たるだけになっちゃうので、はい、まあ、回転不足っていうのが一番の原因だと思います。納得です。体が止まってるんですね、きっとストモンショさんは。どうしても腕を縦に使おうっていうところに気がいっちゃって、はい、そこだけになってしまってると思うので、あ、なるほど、しっかり体の回転も一緒にやってあげないと、はい、この前お伝えしたことがうまくできないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、なるほど、はいはい、そうすると笹原さんの中では、はい、まあ、インパクトをこう意図的に低く長くっていうよりかは、はい、どちらかというとしっかり回転しようの中にボールがあるみたいな感じですかね。そうですね、で、あのインパクトを長くさせよう、長くしようって思ってしまうと、はい、よくあるのが多分ここインパクト作るので、はい、体のこうスウェーとか左に流れる横の動きが入っちゃうと思うんですね。はい、でインパクトが勝手に長くなるっていうのが一番いい状態で、はい、長くしようとするとうまくいかないと思うので、あの自分はその場で軸を左に回す、はい、で腕を下ろす、でその結果勝手にインパクトが長くなるっていう風な感覚で私は打ってますね。はい、なるほど。じゃあなんかこう本当こう意図してこうなんかこうグーッと頑張ってここの見えてる範囲をこうヘッドを押してこうっていうことはないってことですかね。そうですね、いやどちらかというと私のイメージしてるインパクトはなるべく短くっていうイメージです。長くさせようとすると回転不足になって流れちゃうので、はい、その場で回る腕を下ろすを一緒に一瞬でパンってやったら、はい、インパクトは短くなるけど実際は長くなってるっていう風になるので、なるほど、イメージの中では短いです、短いです。でもいい状態は長い状態の方がインパクトはいいと思う。でも自分からそれを作ろうとするとうまくいかないっていう感じですか。本当
と今言ったこっちのテイクバックの方のこのしっかり下ろすっていう点と回転、この2点が一番。そうですね、ここでボールの方にこう下ろすんじゃなくて、はい、真下回転を一緒にやってあげる、真下回転が大事ですね、はいはい。じゃあちょっと僕が僭越ながら代表してちょっとこの僕も練習して本当にダフるくらいのつもりでしっかり下ろして左に回転っていう意識もちょっと練習はしてきたので、前回よりはいい感じになってしまったなと思うんですけど、はい、ちょっとすみません、あの見ていただいて、はい、お願いします。見たいと思います。はい、ちょっと打ってみたいと思います。はい、練習の成果が7番アイアンです。はい、はい、悪くないです。はい、こんな感じで、はい、ちょっと最近こう右に抜けちゃう、はいはいはい、なんとなくこう左に意識してるんですけど、はい、こう回転がなんかこう足りてないのか、はい、なんとなく煽ってる感じもするんですけど、はいはい、この回転のところはどうでしょうか。そうですね、腕を下ろすっていう点では、はい、結構頑張って下ろせてるかなと思います、はい、でもやっぱ右に行ってる分は回転不足になっていると思います、はいはい、で今ちょっと軽く素振りしてくださったと思うんですけど、はいはい、フォロー側でヘッドが体の後ろ側に抜けるイメージをされてるんですよね、はい、こうなると体を止めてもヘッドがちゃんと左に振り抜けちゃうので、これだと実際体の回転を不足してるんですよ、はい、でヘッドの重心フロントサイドでスイングをするっていうのはテイクバック側ももちろんなんですけど、フォロー側でも必要なので、ちゃんと体の前側にヘッドがある状態でフォローも作れるようにしてあげると、体がしっかり回らないとヘッドここまで来ないの でこれ返せると体が回ってなくてもここに来れるんですけど、はい、この状態作ろうとしたら、はい、ここまで体回んないとここにヘッド来ないじゃないですか。本当だ、はい、なので腕を下ろす、でフォローもヘッドフロントサイドを保ったまま回る意識を持てるようになると、もっと回転不足が解消されていくと思います。確かにテイクバックは意識できてるけど、フォロー側が今度またこうなっちゃうですね、はい、あーなるほど。こうなると体が正面のままでもヘッドは行っちゃうので、はい、手何もしないで体が回ってヘッドがここに来る、はい、っていう風にしたいですね、はいはい、ちょっとやってみます。やってみましょうか、はい、ヘッドフロントサイドでテイクバックしてもらって、はいはい、ヘッドフロントサイドのまま腕真下に下ろす、はい、でインパクト側は、はい、今だとこうやってやっちゃってるんで、今体回転させなくても抜けちゃってるんで、このまま体をどんどん左に回しましょうか。こういう感じです。なるほど、胸の向きが違いますね。違いますよね。で体の前に多分ヘッドがこっち側にあると思うんで、こうすると体回さないとここに来ないです、はい、そうすると回転不足が、今手でこうこっちに、そうです、そうです、あ振っちゃってたん でこの時に細かいこと言っちゃうんですけど、はいはいはい、この縦のままこっちに抜けるので、はい、今ウームゴルフ君がやられてたのが、はい、ここからこうやってやっちゃってるんです、はいはいはい、ヘッドが低いじゃないですか、はい、このヘッドが縦に上がった状態のままこのまんま回るので、ヘッド高い位置なんですけど、これをこうしちゃうと、はいはい、これもちょっと違う動きなんですよね、はい、なんかシャンクになっちゃいそうな、あ、そうですね、これとまた回転できないので、はい、しっかりヘッド上に持ち上げたまま、こうすると前傾とシャフトの角度同じになっていきますよね、はい、これをこうやって出そうとしちゃうと、これは良くないです動き、はいはい、でそこもちょっと気をつけたい、はい、本当に極端にこう縦にコックする中に、はい、こう回転があって前傾とフェースの角度が一緒に来て、ただフォローがこう来て、はい、フォローもこれで今返しちゃってるんで、はい、あ、もうこれ返しちゃってこれをこう返してヘッド前に上げるんじゃなくて、
あの同じ動きです。こう。はあ。これに回転入れてみましょうか。はい、そうすると前傾と同じになります。でさっきまでだと、はい、こうしちゃってたんですね、はい。これだとじゃこのままインパクトに戻ってもらっていいですか。はい、インパクトはこうやって当たるっていうことに、フォローもこういう形になってしまってるので、はい、しっかり。縦で。ここの、ここの意識ですね。なるほど。ここの意識持つの結構大変なので、はい、結構頑張って練習してあげないと多分馴染んでこないと思う。なるほど、そうですね。アマチュアの方は特に、はい、パンって返しちゃうので、はい、今の説明した時はすごい大事にしてほしいです。逆再生したらインパクト開いてましたね。そう、そうなんですよ。ってことは手首前じゃなくて横に使ってるので、はい、フォローで。フォローでも縦ですね。なるほど、フォローでもそうだったんですね。そうです、そうです、なるほど。いや、これはまた新しい発見というか、なかなかテイクバックまで多分頑張ってこう、そうですよね、こうやってしっかり上げてってこうなんかできてたような気がしたんですけど、はい、結構うまくできてます、はい、なるほど、フォローもなんですね。フォローですね、はい、フォローも大事ですね。ちょっと頑張って意識して、頑張って、はい、やってみましょう、はい、頑張って意識して、もっと縦ですね。そうなんです。でも意識としてはいいと思います。多分今までと全然違うので、はい、あのすぐにできることはないと思うんですけど、はい、そっち側に返さずに縦にヘッドを上げていく感じ。ナイスショー、いい感じ。おお、球がねじれなかったです。そうですね、まっすぐ捕まった球が出ました、ね。だいたい、最初みたいに右に抜けちゃうか、はい、ナイスショーとしてもちょっと左に巻くような感じだったんですけど、うんうんうん、この縦の動きをすごい意識したらあんま球がねじれないというか、うんうんうん、すごい気持ちよく今まっすぐ飛んだので、よかったです。これが多分インパクトの時にさっきのフェースがしっかりスペアに戻ってきてるっていうことなんですかね、はい、そうですね、体に対してずっと正面に保つっていうのがヘッドフロントサイドの意識なので、常にヘッドをスクエアに保てているとインパクトも安定してきますね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、レッスンありがとうございました、はい、ありがとうございました。本当に1本で終わるのがもったいないような本当です、ね、やっぱり今まで、はい、テイクバックの縦のお話とかしていただいてて、はい、皆さんそれを練習されての質問だったと思うので、はい、フォロー側も縦の意識、そうですね、はい、フォロー側もしっかり縦の意識でやっていただきたい、はい、なんか間違えてるかもって思ったらさっき言ってたこの逆再生して、はいはい、ちゃんとインパクトがスクエアになってるか、あ、そうですね、はい、フォロー側でこう止まって、はい、これを何もせずに戻した時にスクエアに戻っていれば、はい、あのちゃんと縦に使えている、はい、ヘッドをフロントサイドに使えているっていう、はい、ことになると思うので、これアマチュアはやっぱ開いてる人が多いですか？はい、あ、そうですね、あの基本、はい、閉じる人が多いんですけど、はい、返しちゃう人が多いんですけど、はい、ヘッドを前にっていう意識をしようとすると、はい、こうやって開きながらやる方が多いですね、はい、なので本当にさっきウームゴルフ君がやってた、はい、動きにならないように気をつけてもらえたらいいと思います。はい、はい、本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。私もねちょっとあのまた練習させて、動画を見て練習させていただくので、はい、また冬、はい、春にまたウームゴルフ来ていただけますか？もちろんです。本当ですか？ありがとうございます。皆さんも待ってると思いますし、さらに聞きたいという方はあのぜひコメントしてみてください。また笹原さんが答えてくれるかもしれないので、はい、今回はありがとうございました、はい、ありがとうございました。あの試合の後なのにお疲れのところレッスンしていただいて本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。この後は表彰式があります。優勝の方のスコアはいくつなんでしょうか？楽しみです。さあ、それでは優勝者の発表です。68ストローク、リュウ・ベイブ選手です。どうぞ前へとお越しください。それではまず藤井霞代表理事から優勝トロフィーの贈呈です。おめでとうございます。どうぞお受け取りください。
さあ今回は第11回藤井霞ステップジャンプツアー2022野島チャレンジカップということで、賞金100万円が贈呈されました。おめでとうございました。はい、1日野島チャレンジカップ取材してきました。プロテスト直前ということもあって、まあこういった大会があるっていうのはとってもありがたい、嬉しいっていうことをたくさんおっしゃってました。やっぱりこういう機会があることで私もすごい勉強になりましたし、あのスポーツ界がどん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 盛り上がっていくのかなというふうに思いましたので、本当に野島さんにはありがたいなというふうに思いました。プロテスト直前に同じ会場での開催だったということで、今回の、ね、この野島チャレンジカップがあったからこそそういったあのプロが誕生するっていうこともあるかなと思うので、私もプロテストの結果とっても楽しみです。そして個人的にはですね、この大洗ゴルフクラブさんですね、なかなか来れるゴルフ場じゃないということで、一日ですねたくさんいろんなところを歩いて、他のちょっとゴルフ場とは違った雰囲気もあったので、すごい楽しく勉強になる一日になりました。来年もですね野島チャレンジカップある時にはぜひ間近で見れたらなと思っております。それでは皆さん次回の動画もお楽しみに。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。せーの、また見てねー。